こんにちは、アルです。さあ今日はこちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん、七瀬ののべさん、ありがとうございます。小ネタです。アフロ小ネタです。ほう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 。以前マリオキャラクターが出てくる動画ありましたよね。アフロくんが程よく攻撃食らうと頭の見た目がてんてんてん。よかったらやってみてください。ほー、やってみようか。なんだマリオ、まさか、なんだマリオキャラ、なんだ。とりあえずアフロになってシャキーンと。あ、爪楊枝いいかもね。アフロが隠れてないやつがいいよね。まあこれか、伊達コンにしとこうか。オッケー、アフロボーイこれで、ある程度のダメージ、程よくダメージを食らうとか。オッケー、まだこれとかでもいいかな。とりあえずサバルにやってもらおうか。サバル行きまーす。ん、あなた誰ですか。あるだよ。メインはそんなんじゃありません。あ、やりすぎだ今なんかあれだったな、ちょっと4発食らっちゃったな。足元ダメでも、なるほどなるほどなるほど。3発ぐらいちょっと食らってみようか。お、これ、あ、見て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 、ピノキオじゃん。いや、キノピオかキノピオになってる。このぐらいペチペチペチってやられると、もっかもっか、キノピオだ、ほらうわ、なるほどね。あー、これとこれは足元ダメ。あー、そうかそうか、足元あったら回復性飲んだ。なるほど。あ、これ見て見て見てめちゃめちゃこっちから見たらすげえキノピオじゃん。あ、いいこと思いついた。これフェスにして、そうだね、フェスじゃないと色選べんよね。フェスにして色選ぶじゃん。赤白選んで、赤白なんかあるよね。これ。これで、これが赤にすると、これぞまさにキノピオになるんじゃない?これいける、これいける。このちょっと高いところで。いていていて。よし、見て見て。ほら。これめちゃくちゃマリオのキノピオじゃん。ほら顔も白くなるのがちょっと面白いねよいしょ待って、これめちゃめちゃ面白いあ、ちょっとちっちゃくなってきたな。シュン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 、オッケー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 、よし、こう食らってキノピオ、キノピオギアみたい。これね、めちゃめちゃキノピオじゃん。オッケー。待って待って、ちょっと他の色も試してみよう。毒キノコとか作ってみよう。どれがいいかな?これとか毒キノコ、あ、はいはいはい、いいねいいね。紫ベースでいきたいよね。あ、これ良さそう。紫ベースの、オレンジか。出せ。オッケーオッケー。さあ、どうですか?めちゃめちゃ毒キノコだ。毒キノコ。毒キノコ。あー、見えない。よし。結構粒がでかくなってきたな。毒キノコ。オッケー。ちょっと今度爽やかなキノコを作ってみよう。よしよし。水色ベース。白サブアールかわいいな。サブアールでーす。メインが、色が、形が変わりましたけど、メインでーす。でもこの白サブアールちょっとかわいいんだけど。
いきまーす。よし、できた。あ、これ結構爽やか。爽やかキノコ。ほらほらほら。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、これ。オッケー。最後は、金銀でゴージャスキノコ作ろう。ね。最後は、金銀で、金ベースの方がいいよな。じゃあ、ディア先輩でやろう。さあ、マリオ史上稀に見るゴージャスキノコが出来上がりますよ。金ベースの。よし、サバル召喚。できたよ。あれ？なんか、思っとったよりキラキラしてないな。もっとキラキラすると思ったんだけど、灰色だね。あ、ラメがないのか。この当たったインクには。ほら。よし、シュミちゃんと、記念写真を撮ろう。できた。ゴージャスキノコ。じゃじゃじゃーん。おい、なんか撮れた。記念に撮っとこうか。ごめんな、サバル。ダメージは残ってる。あ、光り輝いている。光り輝、これめちゃめちゃゴージャスキノコじゃん。これこれ、これを想像しとった。できた、最後に。最後に完成したよ、みんな。ゴージャスキノコ。オッケー。ジャキーン。じゃじゃん。葉っぱさん、ありがとうございます。アルさん、小ネタです。お疲れ様です。スプリンクラーで試し撃ちのイカちゃんを倒すと100ピッタリで倒します。へぇ。知っていたらごめんなさい。採用お願いします。あ、そうなんだ。あれ？そんな感じ？メインとか関係ないよね。メイン性のアップとか積んどってもいいよね。ほい。何本ずつ？あ、ほんとだ。20ずつか。で、5発で。あれ？あれあれあれ？ 100。当たらんか。おー、いやいや。なるほどね。この内部破壊は内部破壊。この内部破壊をして、100。おお、気持ちいい内部破壊。本当だね、20ずつのダメージなんだね。オッケー、金色、綺麗だね。シャ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 ーン。いいんかな？お、まだ内部破壊されるふふふ。ちゃ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 パン。ちゃ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 パン。OK! 次行ってみよう。じゃじゃん。桜沢さん、ありがとうございます。Rさん、C の10が難しいです。やってください。OK、任しとき。なんかやったことあるような気もするが、やってみよう。ないかもな。ジェットパックを避ける姿は激マブ駅。ジェッパで避けるところね。オッケーオッケー。結構みんなこの避ける系が苦手なんじゃね。俺もめっちゃ苦戦した。オッケー、ここね。あれだよね。打ち壊せばいいよね。なんかあっち乗れるらしいんじゃけど、ここ。こうやって。助けてー。じゃあ今回乗ってみる、あっち。なんかね、一番潜伏からジャンプしたらちょっと高く飛べるらしいんよ。あそこ乗れるんかな。あそこ乗れんよね。やばい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 ってやばいって。え、あ、敵インクに触れたらダメなんだ。聞いてないよ。またナマコが後付けでルールつけてきたな。あんやろう。こっから、バイン、バイン。おし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 。どうやって行くんだ。バイン、バイン。うわ、うわ、うわ、わわ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 わ。普通にやる？こうやって、バイン、バイン。え、本当に高いんかね、この上、なんでもないとこで、なんでもないとこで、なんでもないとこで死んだ。
電池を使ってちょっと高さを測ってみよう。こっからバインバイン、あ、確かにちょっと上がってるね。この普通の状態から一回ジャンプしただけじゃこの電線ぐらいは届いてないじゃん。でもこの時にバイン、あ、いけるいける、なるほど、ちょっと高いんだ。バイン、シャイン、シャイン、いけるかいけるのか。潜伏じゃないとダメよね多分ね。 OK、 こっからシャイン、シャイン、いや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 、助けてー、誰かー。もう普通にやった方がいいね、ちょっと普通にやろう。でここのコツはもう打ち倒すだよね。打ち倒して、ほら、壊れてないけど、ほら、こう、上の、ね、上の方を狙えば、ほらほらほら、並列になるんよ。あれをやろう。やべ、あいつは先に倒そう。OK。で、この、上を打って、よしよしよし、こう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 。やばい、やばい、やばいって、やばいって、それはやばいって。やばいって、見てなかった、見てなかった。敵がそんなに俺とは見てなかった。とは言いつつも、オッケー。これだね。真面目にやった方が早かった。ふぅ。はい、スプラ RR 行ってみましょう。じゃじゃん。ノーウォーさん、スプラ RR。ノラで同じ武器に当たると絶対勝つってなる。いやー、わかるわ、これ。ある。僕、ローラー好きなんで、ローラーよく使うんですけど、相手もね、スプラローラーとかヒーローローラーレプリカ出たら、絶対勝ちたいよね。で、なんか負けて、しかもリザルトで、相手の方がキル数とか多かったりしたら、あ、味方、なんか、あっちのローラーだったらよかったなとか思っとんだろうな、みたいな。あるわ。逆もあるもん、俺。同じ武器で、ね。例えば、じゃあ、まあ、スパッタリが、相手とこっちにおったとしようか。で、なんか、向こうのスパッタリが結構動きが良かったりしたら、俺、なんかね、こっちにそのスパッタリが打ってくれればな、みたいな。結果論なんだけどね。それはあるあるです。オーケー。川上さん、ありがとうございます。スプラあるある。自分、よし。人数不利だから潜伏しよう。復活してきた味方。あ、あいつ、いいとこおるやん。飛ぼ。自分、おい、潜伏バレるやん。あ、復活してきた味方。なぜそこでやられんねん、沼じゃんなってないか。自分、あんたのせいやねん。これね、あるよね。そう、人数不利。まあ、特にね、3人落ちて自分だけになったりしたら、もう潜伏して、どっか隠れとくか、で、おったけど、そこにね、飛んできて矢印を出されて、あれ敵からすればね、あそこにおるやんってなってから。バシーンってやられて、それと同時に、相手もね、やるよね。だって、3落ちしとって矢印が出てくるってことは絶対そこら辺におるもんね。潜伏バレるけ。そして相手、味方もね、沼じゃんになってしまうという負の連鎖が続きますね。OK、次、じゃじゃん。女性、ゆうさん。スプラあるある、ナイス玉を使おうとしたらまだスペシャル溜まっていない。これね、めっちゃあるんよね。まあ、ナイス玉じゃないんですけど、ナイス玉でナイス押すじゃん。そしたらね、多分スペシャルゲージピカ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 って光るけ、それをね、勘違いして、もう、僕だったら着地が溜まったと勘違いして、なんかね、ポチポチポチって打って、あ、出ない出ない出ないってなってやられることが、ありけり。ただありけり。これ、ピカピカするもんなぁ。オーケーという感じで、このチャンネルではですね、皆様のコメントをもとに動画を作っておりますので、何か面白いこととか、今日のピノキの、キノピオの分とかね、見つけましたら、ぜひ、コメント欄で教えてください。ませませ。どのキノコが一番良かったかな、どのキノコが一番良かったか、コメントで書いてくれると嬉しいです。俺はやっぱり、水色白かな、あれが爽やかだったね。OK! じゃあまた見てやってください。ませません。じゃあねー、バイバーイ。バイバイ、キーンと言いながら、なかなかお別れしないのね。バイバイ。オーケー。